一つが二重オームの抵抗を、まあ、並列につないで合成抵抗を測っています。電圧が約2ボルトの時に電流が0.2アンペア流れていますから、この式のようにオームの法則から抵抗は10オームということになります。すなわち抵抗が半分になりました。では直列に抵抗をつないでみましょう。今度は電圧が約2.5ボルトの時に電流が0.06アンペアを示しています。すなわち抵抗を計算するとオームの法則より約40オーム、したがって20オームの抵抗を直列につないだ場合は足し算になります。20たす20で40オームということが分かります。